あれ？どうしたの？いや、まだ授業をやってるみたいだけど。ここらしきがこうなってこうなるから、はい、答えは512平方セルジュです。おお、はい、正解です。式の展開がユニークでしたけど、今自分で考えたのですか？こっちのやり方の方がなんとなく気持ちよかったから。キーは間違ってた？いえいえ、とても素晴らしい解法でした。皆さん、公式というのはあくまで正解を導き出すための指針の一つでしかありません。時には工夫して楽しみながら問題に挑戦してみてください。はい。あれって日曜学校の年長クラスの授業よね。キーアちゃんすごい。あの問題、私だったら結構手こずりそうですけど。いわゆる中等数学だね。なかなか見事な解法じゃないか。ああ、さすがはうちのキーアだよな。そうね、キーアちゃんならあのくらいできても。じゃなくって、やれやれ、少しは落ち着きなよ。とりあえず授業が終わるのを待ちましょう。キア？あら、あなたたち。あれれ、みんなどうしたの？いや、キーアが遅いから迎えに来たんだけど。それよりキーアちゃん、どうして年長クラスの授業を？ひょっとしてロイドたちに事情を話していないのですか？察するに彼女の学力はかなり高いみたいだね。年長クラスの授業についていけるくらいに。ええ、本人の希望もあって少し前から年長クラスにも参加してもらってるんです。と言っても数学などの自然科学に限ってですけど。そうだったんですか。まさかキーヤちゃんがここまで頭が良かったなんて。黙っててごめんね。キーヤまだ子供なのに数学なんか勉強しちゃって。謝ることないだろ。キーヤが興味あるんだったら俺は反対しないよ。そうね、知的好奇心はそのまま伸ばしてあげたいし。うん、私も賛成かな。本当？ただし竜たちと一緒の授業もちゃんと受けるんだぞ。日曜学校で得られるのは何も勉強だけじゃないんだし。うん、分かってる。竜と桃に分からないところを教えてあげるのも楽しいし。そっか。キーアちゃん本当に頭がいいんですね。ふふ、おかげで私も助けられているくらいです。年長クラスへの参加は週に一度くらいですし、私も見ていますから。どうか安心してください。ええ、もちろん。よろしくお願いします。話がまとまったようで何より。それじゃあ日が暮れる前にとっとと支援課に戻ろうか。ああ、そうしよう。マーブル先生、それでは失礼します。どうもお疲れ様でした。先生さようなら。さようなら。気をつけて帰るのですよ。うわー、車だ。すごく綺麗だね。誰が乗ってきたんだろう。
これは確かに喜んでもらえそうだね。ん？どうしたの？キーヤ、聞いて驚け。何を隠そう、この車は俺たちが乗ってきたんだよ。本当？宝くじが当たったの？それとも株で儲けたとか？キーヤ、いつの間にそんな知識を。まあクロスベルにいれば聞くことも多いでしょうし。キーヤちゃん、この車はお仕事用に支給されたものなの。だから正確には私たちのものじゃないわ。へえ、そうなんだ。でもいい顔してる。すごくかっこいいね。そうか。キーヤちゃん、わかってるみたいだね。早速乗ってみる？うん、乗りたい。大喜びだな。ああ、せっかくだから別のルートで帰らないか。僕としては港湾区を通って東通りに抜けてみたいかな。あら、いいかもしれないわね。よし、そのコースで支援課に帰ろうか。ノエル、お願いできるか？ええ、お安いご用です。それじゃあレッツゴふう、広い市内も車を使えばあっという間か。なかなか悪くないね。楽しかった。同じ街なのに違った感じに見えた。確かにそうね。まるで街明かりの中を泳いでいるみたいな気分だったわ。これからは遠出するときはこれに頼ることになりそうだな。ええ、耐久性も高そうですし、いろいろな場所に行けそうですね。おじさまには感謝しないと。うん、うん、そうだな、そろそろ戻ってくると。おっ、おっと、ちょうど戻ってきやがった。ただいま帰りました。課長、ただいま。あら、通信中ですか？いや、もう問題ない。ソーラ、とっととそこの端末を起動してみろ。え、あ、はい。警察本部から連絡が入っているんですか？起動すればわかる。ほら、新人どもとキーヤもこっちに来い。ん？はい。何かあるみたいだね。ティオちゃん。ああ、ティオだ。こんばんは。どうも、お久しぶりです。ティオ、一体どうして、ひょっとしてクロスベルに帰ってきているのか？まだレマンジ地州のエプスタイン財団の研究所にいます。予定よりも帰るのが少し遅くなりそうなので、わがままを言って回線を使わせてもらいました。そっか。ティオちゃん、顔を見られて嬉しいわ。あら、でも動力ネットって自治州外のネットワークにはつなげられないんじゃ。
はい。本来なら有線でつながないと膨大な情報量を処理できません。ですが今財団と IBC との間で遠隔接続の実験が進められています。まあ強力な無線ブースターがレマン自治州とクロスベル自治州の間に10機ほど設置されているんですが、それで一応映像と音声もこうして送れているわけです。そうだったの。技術の進歩はすごいんだな。ねえねえティオ、遅くなるって言ってたけどいつ帰ってくるの？月末か来月の初めにはそちらに戻れると思います。それまでの間はこの通信で貯めたキーア分でしのがせてもらおうかと。だからキーア、もっとよく顔を見せてください。うん、ほらほら、サイトもティオに顔を見せてあげて。お？ええ、大丈夫、元気でやってますから。動力ネットにはこんな恩恵もあるのね。そういえばランディさんもまだ戻ってないそうですが、ノエルさんとワジさんはもう参加したみたいですね。ああ、ちょうど今日から仕事を始めてもらってるんだ。ティオちゃん、お久しぶり。やあ、お邪魔させてもらってるよ。お二人ともお久しぶりです。それにしてもノエルさんが出向してきたのは納得ですが、ハジさんがそこにいるのはちょっと不思議な光景ですね。僕もそう思うよ。もう笑い事じゃないでしょ。まあ当面はなんとかこのメンツでやっていくよ。だけどティオ、早く戻ってきてくれよな。ええ、ティオちゃんがいないと本当の支援家じゃないものね。うんうん。では早めに戻れるよう私の方も頑張ってみます。本当はヨナもこの通信に呼ぼうと思ったんですけど、徹夜続きだったみたいでコールしても起きてこなくて。そうか、あいつも頑張ってるみたいだな。ま、財団に与えた損害を取り戻しているらしいからな。あんまり無理をしないように気を配ってあげて。もちろんティオちゃんも無理はしないようにね。はい、わかりました。あ、すみません、そろそろ時間みたいです。無理を言って実験用の回線を使わせてもらっているので。そっか。もっと話していたいのに残念ね。ま、また機会はあるだろう。ティオ、そちらの予定がついたらまた連絡してくれ。了解しました。じゃあな、ティオ、体には気をつけてくれ。よかったらまた連絡してちょうだい。ティオちゃん、元気でね。アディオス、良い夜を。おまたね、ティオ。ええ、それではまた、おやすみなさい。消えちゃった。ああ、なんだか顔を見たらますます会いたくなったわね。青春だね。支援家って本当に仲がいいんですね。最初は縁もゆかりもない関係だったんだけどね。そうだ課長、遅くなってすみませんでした。ま、いいだろう。今日の報告については後で聞かせてもらうとして、晩飯はどうなってるんだ？そうだ、忘れてた。そういえばこのメンバーでまだ当番は決めてなかったわね。そっか、特務支援課って食事が当番制なんですよね。なんだ、そうなのか。うん、ちょっとめんどくさいね。ワジも支援課に入ったからにはちゃんと分担してもらうからな。新しい料理手帳も手に入れたし、苦手だったら教えるからさ。
それは嬉しいけど、僕そこそこ料理はできるよ。面倒だからアッパスあたりに作ってもらうことが多かったけど。えい、だったら文句を言うんじゃない。まあ今日のところはみんなで手分けしましょうか。それじゃあ手っ取り早く作れるものが良さそうですね。キーヤも手伝う。やれやれ、一服しながら待つとするか。おう。今日は雨か。そういえば雑誌の週間予報に書いてあったような。もしかしてキーヤ、また入り込んできたのか。最近あんまりなかったけど、どうしたのかな。しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。 DG 教団の巫女、500年前の時代の出身か。教団の残党がいなくなって、危険が及ぶこともなくなった。もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方がいいかもしれないけど。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を守るためにも。どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力者が支給されたから、一通り郊外も回ってみようかと思ったんですが。まあドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。残念です。ところで昨日私たちが街道で遭遇した人についてはまだ続報はないんですよね。うん、一家でもまだ確認できていないようだ。サウといい、レクターってやつといい、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。ええ、昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまとっていました。落ち着いているけど、得体の知れない凶暴さをにじませているというか。確かに虎みたいな雰囲気がありましたね。その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど、確かにそんな雰囲気だったわね。テロリストか両兵、どちらも考えられそうだけど。うん、となると旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とかいろいろ知ってそうな気もするし。交換屋のアシュリーさんか。元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだけど。確かにそういう意味では訪ねてみる価値はありそうね。ま、せいぜい頑張れ。ただお前たちがあくまで支援家だってことは忘れるな。傍聴方面に気を張りすぎてると本来の役割を見失うぞ。わかりました。とりあえず端末で支援要請をチェックしよう。ええ、分かったわ。出ている緊急要請は全てクロスベル市内だな。この程度の数だったら一通り片付けても良さそうだ。
財団の依頼もティオちゃんが関係しているかもしれないし、モモちゃんの依頼もできれば聞いてあげたいわね。では緊急要請を片付けながら旧市街の交換屋を訪ねるんですね。ああ、そうしよう。ま、雨も降っていることだし、ぼちぼちやっていこうか。さてと、ロバーツ主任からの依頼が入っていたな。ええ、早速受付のランフィーさんに取り次いでもらいましょうか。おや、諸君は。ピーター市長、それにマリアベルさん。今日は IBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね、ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき一通りの仕事を済ませてきたところなのだよ。皆さん、こうして顔を突き合わせるのもなんだか久しぶりですわね。エリーも元気にしていたかしら。おかげさまで先日支援課も再始動したところよ。どれどれ。ちょっとベル、健康状態は良好のようですわね。この柔らかく温かな感触、死体の下に確かに感じるしなやかな筋肉の手応え、たまりませんわ。いちいちいかがわしい言い方をしないでちょうだい。ところでロイドさん、私に何の断りもなくエリンにちょっかいを出してませんわね。あっていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚した場合、わかっていますわね。警戒されてるね。もうベルったら。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだから、もう少し自重したまえ。改めて久しぶりだね諸君。新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようで何よりだ。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。その説はどうも。支援課への推薦の件、改めて礼を言わせてもらうよ。動力者の支給の件もありがとうございました。あんな素敵な動力者を運転できるなんて夢みたいですよ。君たちの役に立てたなら幸いだ。私も新市長となった甲斐があったというものだ。市長と IBC 総裁、この二つを両立させるのはなかなか難儀だね。まあ、お父様の場合お忙しいのはほとんどご自分のせいでしょうけど、何でもかんでも引き受けてきて手伝わされるこちらの身にもなってほしいものですわ。すまないベル、クロスベルのためを思うと手の抜きどころがわからなくてね。ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティには感心していらっしゃるみたいです。彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだと、よく嬉しそうにおっしゃっていますよ。大先輩のマクダイル議長にそう言われると照れてしまうな。とはいえ、私も政治家としてはまだまだ駆け出しの若造だ。まだまだいろいろと勉強させてもらわなくてはね。ああ、お父様、そろそろ新市長ビルの方で打ち合わせのお時間ですわ。おっと、そうだったか。それでは諸君、私はこれで失礼させていただくとしよう。すみません、なんだかお引き止めしてしまって。いやいや、そんなことはないさ。おかげでリラックスできたよ。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。
他ならぬ君たちのためなら惜しみなく助力させてもらうよ。ありがとうございます。おじさまもベルもお体にだけは気をつけてください。ありがとう、ベリー。それでは失礼させていただきますわね。お疲れ様でした。やっぱり相当忙しいみたいだな。月末の通商会にも迫っているし、分刻みのスケジュールなのは間違いないと思うわ。昨日の動力者といい、僕らのためにいろいろと手を回してくれてるみたいだしね。ああ、忙しすぎて体を壊さないよう気をつけてほしいけど、とにかく今はロバーツ主任の仕事を引き受けるとしようか。はい、受付の方に取り次いでいただきましょう。こんにちは、ランフィーさん。あら、エリー様に支援課の皆様、本日はどういったご用件でしょうか。エプスタイン財団のロバーツ主任に依頼された件なんですが。ああ、その件でしたら受けたまわっておりますわ。お取り次ぎいたしますので少々お待ちくださいませ。やあ、君たち。お疲れ様です、ロバーツ主任。依頼を見て来てくれたんだよね。いやー、本当に助かるよ。君たちにぜひともやってもらいたい仕事だったんだ。なんだか楽しそうな内容だったよね。なんとかってサービスの最終テストがどうとか。確かポムットでしたね。なんだかどこかで聞いたことのある名前ですね。言われてみれば確かに。きっと楽しいと思うよ。それじゃあ早速だけど仕事を受けてもらえるかな。ええ、もちろんです。それでは仕事の内容を説明してもらえますか。任せてくれ。実は近いうちにポムットという動力ゲームを配布する予定でね、市内の動力ネット端末所有者に向けて開発を進めていたところなんだよ。動力ゲーム？それってビリヤードやポーカーみたいなものとは違うのかい？まあ一定のルールにのっとって勝敗や得点を競うという点では似たようなものかな。最も異なるのは端末の画面上のものを動かして遊ぶってところだ。なんだかすごそうですね。それじゃあ今回の依頼のテストというのは？もちろんこのポムットのテストをしてほしいんだ。プログラムを組む以上バグは出てしまうものだから、テストの繰り返しは必須なんだよね。でもその程度のテストなら財団でもできるんじゃないのかい？このテストは少し前からティオ君に手伝ってもらってたんだけど、実は2つほど問題があってね。どうしても財団の外部に手伝いが欲しいんだよ。2つの問題ですか？まず一つ目だけど、ティオ君は時々テストに A4 システムを持ち出してたみたいでね。だからちょっと有用なデータを取れたとは言い難いというか。 A4 システムっていうと？ティオちゃんが何度か使っていたあれね。前にちょっとだけ教えてもらったわね。ああ、確か動力端末や魔道場を扱うときに使っているシステムという話だったよな。この際だから改めて僕から説明しておこうかな。 A1 システムとはティオ君の胸部プロテクターに内蔵されたシステムの名称だ。オーバルスタッフによるノーウェイトでの動力魔法の発動やティオ君の高速処理能力、それらを補助するというのが主な機能になるかな。このシステムを使いこなすのはかなりの適性が必要なんだけどね。全然簡単じゃないような。やっぱりティオちゃんがいないとこの手の話題は厳しいわね。要するに
そのシステム自体がテストには適さないってことかな。まあね、何でも A4 システムで常人じゃ組めないような大連鎖を組んだりして圧勝を重ねてたらしい。ヨナ君がテストに付き合ってたらしいけど、一度も勝てたことはなかったそうだ。ああ、でもティオ君がずるいとか言ってるわけじゃないからね。くれぐれもティオ君におかしなことは言わないでくれよ。はあ。残りの一つの理由はどういったものなんですか？ああ、もう一つはこのゲームが対戦ゲームってところにあるんだ。さっきもちょっと触れたけど、このゲームは遠方の端末同士で遊ぶことができるんだ。だからどうしても市内での実地テストがやりたかったってわけさ。なるほど、そういうことですか。それにしても離れた場所同士で遊べるって結構すごいことですね。だろう？これは動力ネット構想の初期段階で企画されたものでね、動力ネットがもっと普及すればたくさんの人が楽しく遊べるようになるだろう。例えばこんな雨の日にも家の中にいながら友達と楽しめるしね。へえ、すごい時代になりましたね。ちょっと話はそれだけど、まあ事情はそんなところかな。ってことで君たちにはこれをプレゼントしよう。これはメモリークォーツですか？そのメモリークォーツに完成直前のポムットのデータが入ってる。それを支援課の端末にインストールすればすぐに遊べるはずだよ。インストール、要するに端末にプログラムを組み込む作業ですよね。前にピオちゃんがやっているのを見たことがあるし、なんとかなると思うわ。それじゃあエリー、よろしく頼むよ。心強いね。それとこいつも渡しておくよ。僕のエニグマの番号とポムットのアカウントだ。アカウント。ちょっと待ってください。立て続けに難しい用語が。要するにネットワーク上で使用する名前みたいなものなんだが、まあ対戦を遊ぶために必要なものとだけ考えてくれればいいよ。難しいことは置いといていいから、とりあえずベータ版をインストールするときに一緒に入力してくれればいい。その後エニグマで連絡をくれたら次の手順を教えるからね。まあこんなところかな。早速テストを始めてくれるかい？はい、お任せください。とりあえず支援課に戻るとしよう。ええ、そうしましょう。ロバーツ主任によると、このメモリークォーツを端末にインストールするんだったな。それじゃよろしく頼むよ、エリー。ええ、やってみるわ。これでよしっと。もらっていたロバーツ主任のアカウントも入力しておいたわ。へえ、結構手際がいいじゃない。ほんとエリーさんっていろいろなことに詳しいですよね。政治や法律のことなんかにも知識も豊富みたいですし。これに関してはティオちゃんがやっているのを見ていたというだけだから。説明書なんかもあったし、よく読めばそんなに難しいことでもなかったわ。いや、でも正直助かるよ。俺なんかやっと端末のキーボードに慣れたくらいだからさ。どういたしまして。それでロバーツ主任に連絡を入れればいいのかしら。ああ、早速かけてみるよ。やあ、ロイド君、うまくインストールできたかな。ええ、大丈夫です。次はどうすれば？それじゃあ一つ僕と対戦してみようか。端末からポムットを起動してみてくれ。そこに僕のアカウントが表示されるはずだから、それを選択すると対戦できるよ。そうだ、せっかくだから支援課のリーダーである君が代表として対戦してくれないかい？ね、あ、あ、
ええ、わかりました。それじゃあ、席を変わるわね。開発者であるこの僕に勝てるかな？ティオちゃんを任せられる男が、改めて確かめさせてもらうよ。なんだか本音が聞こえてきたような。結構な親バカみたいだね。わざわざ支援課に依頼してきたのって。あ、いやせっかくの勝負だし、ちょっと気合を入れただけさ。それじゃあ早速ゲームを始めてみようか。よし、なんとか勝てた。結構楽しいかもしれないな。なんだか結構ハマっちゃったみたいね。はために見てた印象なんですけど、ロバーツ主任ってもしかして強くないのでは？そうだね、開発者なのに強さ的には初心者の君と大して変わらないんじゃない？いや、さすがに手加減をしてくれたんじゃないか。レベルをある程度合わせないとテストにならなそうだし。はい、こちら特務支援。いやー、今のはいい勝負だったね。まさに歴史に残る大勝負。興奮しっぱなしだよ。どうやら真剣勝負のつもりだったみたいだな。それでテストの結果はどうでした？ああ、バッチリだよ。市内でやる分には目立ったラグもないし、通信状態も良好だ。申し分ない大成功と言えるね。そうですか、それは良かったです。インストールしたベータ版は近いうちにリリース版にアップデートしておくよ。プログラムの配布が始まったら対戦できる人も増えていくだろう。いろんな人とアカウントを交換して存分に楽しんでくれると嬉しいよ。もちろんこの僕だっていつかリベンジするつもりだしね。お手柔らかに。いや、協力してくれて本当にありがとう。僕は別の仕事があるからこれで失礼するよ。どういたしまして。また何かあったらいつでもご連絡ください。そうするよ。それじゃあね。なんとかうまくいったみたいだ。お疲れ様。なんていうか主任らしい依頼だったわね。そうだな。ともあれ、これからもこのゲームは楽しめそうだね。この際だからクロスベル1のポムットマスターを目指してみたらどうだい？いや、さすがにティオには絶対にかなわないだろうけど、でも仕事の合間に息抜きがてら練習くらいはしておいてもいいかもな。そうですね。